皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、こちらの何と言いましょうか、妖艶なおかめと言いましょうか、マロメイクをねやっていきたいと思います。前回眉毛を消すメイクの動画を上げたかと思うんですけれども、まだ見てない方はチェックしてね。この方法で眉毛を消して、でさらに今回はこういったメイクをしてみました。ちょっと前にこのマロメイクをインスタグラムに上げたところ結構好評で、動画見たいというコメントもあったので今回やってみました。ということでメイクの方スタートしていきましょう。最後まで楽しんでってください。それではどうぞ。では始めていきたいと思います。まずアイシャドウなんですけれども、こちらのマットのオレンジを使っていきます。目の際のとこですね、目尻側に塗っていきます。で、日本人形みたいなこう切れ長な目に見せていきたいので、アイシャドウも少しこう横に広げるような感じで、下まぶたの目尻側にも同じ色をのせていきます。次にこのオフホワイトカラーをアイホール全体にのせていきます。このアイシャドウもマットです。キラキラよりもマットでなんかのぺっとした感じに見せたいので、ここに全体的にのせていきます。続いてこの色をですね、ノーズシャドウとしてちょっと使っていきたくて、で少しこの顔に凹凸を出していきます。今だとねピトンとした感じでしょ。それを少しちょっと奥行きを出していきます。で、眉がないので分かりにくいかもしれないんですけど、この骨のライン、骨のラインに沿って入れていく感じで、これもあんまり強調させすぎないように、あくまでも自然な立体感が出るぐらいな感じでやっていきます。 OK。 アイライナーは切れ長な目に見せるために真ん中から外側だけ引いていきます。こっち側は塗りません。こっちに塗ると丸みが出ちゃうので、よりこうシュッとした一重っぽく見せていきたいので、で横に平行に長めで中を描き足していきます。横幅出ましたよね。ほら全然違うと思います。で、マスカラはねしなくてもいいと思うんだけど、する場合はビューラーなしでつけてって、でなるべく伏せみがちなまつげに見えるように、上を多めにつけていきます。そうするとよりまつげがそう下がって一重っぽく見える。ボリュームタイプではなくって、そういう感じで仕上がるマスカラがいいですね。そしたら次リップ、もうチークとかなし、こうなんかのぺんとした感じが素敵だと思うので、まずですねファンデーションを唇の上に塗って血色感を消していきます。でリップはですね赤と濃い色を使っていきます。濃いのなかったら別に赤だけでも大丈夫です。その代わりに黒とか濃い茶色のアイシャドウを重ねていく感じにしますね。ではこれをまずやっていくんだけど、薄い唇の感じに仕上げたいので内側にだけ塗ります。こんな感じ細く塗っていきました。そしたらさらに内側に濃い色のリップを塗っていきます。こう内側だけに塗ると閉じた時になんかさ、お歯黒っぽく見えませんか。そんな感じにしていきたい。もうちょっと黒をやっぱ足したいかな。この黒マットなんですけど、これを指にとって濃い色の方にもう少し塗ってお歯黒感を出していきます。いいね。最後にぴょんぴょんとマロちゃんに仕上げていきたいと思います。アイブロウペンシルを使って描いていきます。だいたいこのぐらいかなっていうのを、でこれ描くときは外側に向かってちょっと薄くなる感じっていうかな、伸びる感じ、こんな感じで左右整ったかしら。はい、ということでマロメイクの完成です。
なんか本当だったらね、白塗りもうちょっとファンデーションに白混ぜたりとか真っ白にしたとしてもいいとは思うんですけども、ちょっと普通のファンデーションの色しかなかったのでこんな感じ。はい、ということで髪の毛もセットしてみました。どう？めっちゃ似合うよね。着物がなかったのでガウンを着てちょっと着物っぽく見せております。メイクのポイントとしてはね、切れ長な一重に見えるようにアイラインを途中から描いて横に平行に伸ばしていたり、あとはマスカラを下向きにつけてね、さらに一重な感じを強調させるようにしています。そして唇はちょっとおはぐろっぽく見えるように内側に黒を仕込んで、さらに薄い唇に仕上げております。そしたらこの後はね、もう一ルック作りたいなと思ってて、そちらの方もね、ぜひぜひこれから動画アップすると思うので楽しみにしていただければと思います。ということで、この動画が面白かったよ、ためになったよと思っていただけたら、ぜひいいねボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね。